甘い歌声に世の女性のハートは釘付け。西郷輝彦さん1964年のデビュー曲「君だけよ」。いつでもいつでも君だけを夢に見ている僕なんだ。星の光を映してる黒い瞳に出会うたび胸が震える僕なんだ。野口五郎君の名前を一躍有名にしたのがこの曲、青いリンゴ。心縛り愛二人で傷ついた。あれは恋の終わり。涙の初恋が青いリンゴを抱きしめても思い出さえ帰らない。涙の海に今僕は深く沈もう。ご存知、星娘。星のようなあの子、輝く瞳が暗い寂しい僕の夜を照らしてくれる。どんな寂しい時でもあの子に会えば僕の心はすぐにパッと明るくなるのさ。だけどあの子は星娘、遠い遠かあの夜空で光るその差の僕には遠い夜空の海の星娘。野口五郎君の勢いは止まりません。アンチの効いたこの歌に向かうとオレンジの雨。そんなことどうでもいいじゃない、いつだって愛してるじゃない。オレンジの雨の中濡れてる二人ならいい遊びと言われてね、燃えるのはたちの曲をメドレーで聴いていただきました。あのこんなこと言って失礼ですけど、西郷さん、はい、頭からちょっと飛ばしすぎじゃないですか先輩。あ、先長いですよ。まだ十分ある。いや、ちょっとあのお年齢のことはちょっと心配で。あのあなたと僕はいくつ違うのかな。20ですか。嘘だろ、何言ってんの。9つぐらいだろ。はい、2桁いってないじゃん。あ、ってことは無視ですか今。あ、無視64。無視なんですよ。
うんうん、では僕も大丈夫です。今日もう憧れの先輩ですから全然大丈夫。はい、今日そうです。僕も頑張っていきましょうよ。よろしくお願いします。ね、はい、気合い入れてやんなきゃいけないけれども、はい、五郎くんがデビューした時、はい、新御三家だったでしょ。はい、はい、ね、はい、で僕たちは徳川御三家の後だったから、はい、やっぱり古いじゃないですか。そうじゃなくて歴史的にだよ。でその時代は船木和夫さん、橋幸夫さんで御三家って言われたわけですよ、はい、そうなんですよね、うんうんうん、でその御三家を継ぐのが新御三家で、まあこんなこと自分で言うのもなんですけど、まあかっこいいな、なんていうのか、かっこよかったなってすごい思うんですけどね。ありがとうございます。野口五郎ですよ、うん、木村拓哉にペヨンジュン。だからね、本当にね、それは言いたいのは分かるけど、はい、言いたいのは分かるけどちょっと無理があるぞ。無理ありますか。ペヨンジュンはちょっとダメだろ、はあ、新御三家って言えばさ、はい、やっぱり野口五郎、はい、郷ひろみ、はい、西郷輝彦。そこでも出ますか。ダメか。そこでも出ますダメか。ちょっと違います、ね、ダメか。じゃあ僕はね、西城秀樹君かわいそうですからね。かわいそうだね、うん、はいはい、いや僕はね、はい、新御三家の3人に会った時にね、聞きたかったんですよ。聞きたかった。はい、本当、はい、あっしゃ、どう思われました。言ったるわ。ね、はい、郷君はね、はい、もう踊りまくってたね。あ、合間ね、合間ね、踊りが好きです、ね、本番の前で、はいはいはい、で西城君は裸になってステージを飛び降りる練習してたね、はい、派手なことしてましたね。そう、裸になってステージ上で。それで野口君は何をしてたかっていうと、はい、楽屋でギター弾いてた。そうなんですよね。ひたすらギターを弾いてて、もう皆さん言われるんですよね。ずっといつも君はギター弾いてたねっていつも言われるんですけど、でもなんかさっきの歌とかですね、こう歌ってますと、うん、なんかその当時を思い出してなんか元気になりますよね。元気になるね、はい、うん、それとね、僕とね、あなたはね、はい、すごくルーツが、音楽のルーツが一緒なんです。そうなんです、そうなんです、僕もアメリカの音楽が大好きなんですけども、うんうんうん、西郷さん特にお気に入りのアーティストは。僕はエルヴィス・プレスリー。特にこの胸のときめきよってあるじゃないですか。はいはい、あれはもともとイタリアの歌なんですね。はい、うん、それを歌ったエルヴィスの歌い方が僕は一番好きだけどね。はあ、五郎君はどうですか。僕はですね、クリーデンスクリアウォーターリバイバル。 CCR じゃないな。 CCR です。すごいよ。そうなんですよ。で特に好きなのが、うん、プラウドメアリーという曲 でこの曲はエルヴィスが、そうなんです、歌ったカバーしてたんです。もうカバーしたんです、はい、ということで続きましてなんですが、はい、お互いに大好きなそのアメリカを代表するアーティストですね、はい、この方の曲をお届けしたい、はい、ちょっと僕そんな何すんの。僕ですね、調子、おい、調子かしてさ、そうなんですよ、調子こいちゃって、ギター弾くの。ギター持ってきちゃったんですよ。かっこいい。そらそのデビューした頃からずっとギターを弾いてた五郎くんのギターで歌えるなんて最高だね。今日は実は西郷さん、うん、このギターなんですけど、うん、これちょっと変わってるんですよ、うん、いいですか。うん、何変わってんの。音が出るんです。なん？いや、見てる方が野口五郎真似してるんじゃないかって言われて嫌だから、最初に聞かせないと。ちゃんと出るんです。ちゃんと出るんです。本当に弾くんです、はい。そういうことですからね。そういうことです。それだけです。行ってみようか、じゃあ。プラウドメアリー。Job in the city, working for the man every day, and I never lost my meaning of my sleeping. For a man away, they might not be because the big beast keep on turning. I better keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. If you come down to the river, I bet you're gonna find some people who lay. You don't have to worry, cause you have good money. People on the river, happy to be. Maybe you keep on turning. From many people on by. Lonely, lonely, lonely on the river.
When I said I need you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now you go the way. Don't you know that now you're gone and left here on my own? I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me just because of you. You don't have to say forever, I will understand. Believe me, I can never love you. But believe me, I will never tie you down. Left alone with just a memory, life is dead and so are we. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me just because I can. You don't have to say forever, we understand. さて続いては、僕たちがずっと大切にしている歌の中から今日はこの歌をお届けしようと思うんですけど、五六はどうする？みんなそれ自分にとってその大切な曲なんで迷ってしまうんですけど、うん、確かにね、でも今日はですね、あの甘い生活と私鉄沿線を、うん、もうバストじゃないですか。あの西郷さんは僕はね、この歌を通り過ぎるわけにいかないんで、星のフラメンコを歌います、はい。そして、もう一曲。うん、それからもう一曲ね、新曲、はい、オリオン急行という曲を歌います。はい、お願いします。それではまず僕から歌わさせていただきます。はい、お願いします。あなたと揃いのモーニングカップはこのまま誰かにあげようか。二人で暮らすとはがきで土を出した日は帰らない。愛があればそれでいいと甘い夢を始めたが、今では二人から寄せても愛は悲しい。何かが壊れたんだ、ひとときの甘い生土曜の夜にはあなたを誘って街まで飲みにも行ったよ。
馴染みのお店もこの街離れりゃもう二度と来ないだろう。壁の傷はここにベッド入れた時につけたもの。
さあ土で君のこと、いつもまたものでした。電車の中から降りてくる君を探すのが好きでした。悲しい心閉ざしていたら、花屋の花も変わりました。僕の街でもう一度だけ熱いコーヒー飲みませんか。あの店で行かれました。君はに君のこと僕は書いて帰ります。思い出尋ねもしかして、君がこの街に来るようで、僕たちの愛は終わりでしょうか。季節もいつか変わりましたか。僕の部屋を訪ねてきてはいつも掃除をしてた君を、その僕もわかりません。君はの人でにぎわう街に、もうじき明かり灯るでしょう。僕は今日も人並み避けて帰るだけです。一人だけでこの街を越せないまま、君の帰りを待ってます。空に誘われてあなたを思い出す、あのさよならに今もまだ心は痛む。過去に戻れる汽車であるなら、誰もが飛び乗りではいつの日も切ないものなのか、
ぞ永遠の恋人とあなたを呼ぼう。愛をなくした駅に降りれば誰もが追いかけると静かに泣くだろう。今夜心を乗せてゆく星空を越えて今夜オリオン急行で帰りになれたなら今は幸せなのか抱き寄せ聞くだろう。今夜あなたに会いに行く星空を越えて。楽しい時間というのはあっという間に過ぎてしまいますけども、うん、スペシャルステージもあと残すところ1曲というふうになりました。本当にね、はい、なっちゃいましたね。デビューから今日までたくさんの歌そしてたくさんの人との出会いがありました、僕たち歌い手は夢と希望を聴いてくださる皆さんがいてくださる限り携えて歌っていきたいと思います。はい、夢と希望、うん、その気持ちを胸にこの歌を歌ってお別れしたいと思います、ね、上を向いて歩こう、ね、スペシャルステージのお二人、西郷輝彦さん、野口五郎さん、いやかっこいいステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。野口さん、いかがでした？いやもう大先輩と一緒で、実は本当は緊張したんですけど、いろいろと失礼すみませんでした。初めて今日一緒に共演してるんだよね。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。